ローレンツ・ディーファンバック、ゲオルグ・アントン・ローレンツ・ディーフェンバッハは、ヘッセンのベッテラウ軍ブッツバッハ近郊のオストハイムに、生まれ、ダルムシュタットに没した、師匠、聖職者、ドイツ学者、辞書編集者、ドイツ国民運動系の著作家。ディーフェンバッハは、ベルリンの科学アカデミーの会員であり、ヤーコップ・グリムの友人であった。ディーフェンバッハは、皮肉にも後に、ナチズムによって、 本来の趣旨から歪められて広まった、働けば自由になるという表現を、1872年にウィーンで新聞に発表し、翌1873年にブレーメンで出版した短編小説の表題としたことで、最もよく知られている。この話は、高貴な身分の女性エロディ・コンベンテムが、平穏な結婚生活の中でありがちな一連の出来事を経て、 偏見とジェンダー意識に由来した個人への様々な制約を克服していく術を労働の中に見出していくというものである。脇筋の中で語られる主人公とは対照的な人々の話も労働の意義に焦点を当てたものとなっている。ディーフェンバッハはこの他に死やドイツ語の方言に関する研究など多数の言語学関係の論文を残した。 ディーフェンバッハが編纂した辞書類、特に2点のラテン語イコール、ドイツ語対象語異臭は、今日も研究に値するものとなっている。彼の、グラスリムラティーのジャーマニコムの内容の多くは、グラスリムアドスクリプトーレスメジアイインファミラタニタタスの改定に反映された。ディーフェンバッハは、1848年に、オフ,フェンバッハアムマインの名誉市民となった。ありがとうございます。